ケーシーファースト突破シリーズー。はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、 KC カップは頑張っていらっしゃいますでしょうか。本日もね、KC カップファーストステージを突破した、突破されたデッキをねご紹介していこうと思うんですけれども、まあちょっといつもの通りね、環境外デッキ中心に私紹介しているんですが、ちょっと環境外と言えるかは微妙なんですが、今回はねネクロスですね。はい、新しく新パックでね、強化されたネクロスデッキを使って、ウサギ屋さんという方が、ディスコードに貼ってくださったこの最強の純正ネクロスデッキ、こちらをねご紹介していきたいなと思っております。使ってみました。やっぱり、ね、20枚にするとね結構強いね。ちょっとサーチがそのマンジュゴットくんっていう最強のサーチカードがないのであとクラウソラスねがないので、その儀式魔法、儀式モンスターを自由に持ってくることができない以上、やっぱりそのデッキのね中の枚数を減らす必要があるっていうのと、あとその儀式できないっていうことが多いから、儀式デッキはなので、まあそれをまあなくすためにね、デッキの枚数を20枚にして、でディスティニードローを採用して、これ儀式の使い手だと結局その儀式モンスターランダムだし、儀式魔法もランダムなんだよね、持ってくる方法が。これはマンジュゴットを実装しない、運営がもうほんと100億%悪いんですけど、まあちょっと残念ながらないので、まあデスティニードローをして、まあ確定のカードを引いてくるっていう、まあそういうギミックですね。で、純正のネクロスなので、そんなに動かし方はいつも通りなので変わんないんですけど、今までの動画にしたデッキとね、これが入ってますね。リチュアーチェインくん。はい。これがマンジュゴットです。これがマンジゴットです。はい。まあね、うまいことやると、サメの領域とかで、なんかその、何、ランク4の水属性モンスターを入れたりすることももちろんできるんだけど、リチュアチェーン入ってるから。なんだけど、やっぱ結局その儀式で勝ちたいというね、強い意志を感じます、このデッキからは。で、この万華鏡で儀式できるように、このレベルを散らして入れてるっていうのと、この辺のモンスター、素材として墓地をくれるんでね。で、あと、儀式モンスターもね、結局そのグングニールと、まあ、ブリューナクが一番強いんだけど、なんだかんだその小回りが効く。例えばブルーアイズにだったらディサイシブのネクロスが打点が高いからすごい強いし、あと月光ムーンライトとかだったらカタストロのネクロスが結構強かったりするんで、まあ、こういうねモンスターを1枚ずつ入れて、まあ、どのデッキにも対応できるようにしてるみたいな感じのデッキになってますね。はい、かなり強いです。やっぱりネクロスは楽しいです。そしてはい、ちょ、バック抜きとかないんで。そこだけちょっときついですけど、バックめっちゃ強いデッキとかは。辛いですけど、まあ、なんとかね、この、純正のギミックで頑張って KC ファーストを突破されたことに敬意を表して動画にしていきたいと思いますので、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、舞さん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。張り場ね。はいはい。これ思ったのは、ネクロス使ってて。やっぱりですね、この今から持ってくるこのね、おじさんなんですけど、このバルキュルスっていう、このバルキュルスのネクロスがリミット1に入ったらマジで正解でしたね。これこいつの防御性能高すぎワロタっていう問題が発生してるんで、これマジでリミット1はこれテストプレイしていた可能性があります。コナミのくせにテストプレイしている可能性が高い。だからね、やっぱね、ブリグナグをぶん投げるとね、絶対バトルフェーズ強制終了強すぎて、まあ、一応墓地のね、ネクロスカード除外すればさ、投げられなくなるんだけど、まあ、その墓地のカードをさ、平気で除外してくるモンスターは、いるわ。なんか幻想のなんか、なんだっけ、マインサインシューベルトみたいなやついるけど、あいつくらいなんで、だから冷静に考えたらいるのやべえな、環境に。やっぱでも普通にそのハーピーとかはね、これ墓地からカードを除外することはできないんです。自分の一体何を企んでいるんだ。何企んでたとしてもバトルフェーズ強制終了できるんで、割と強いは強いですね。でしかもブリューナ被ってるんで、これ次シュリット持ってこれますんで、なんとかなるとは思います。シュリットっていうのはネクロスの儀式モンスターの数は、絶対そいつ一体で賄えるよみたいな、儀式さんになるよみたいな最強モンスター、はい、で羽休み打っていく。伏せらんまいるからですね。伏せ、2伏せされたらちょっと一回ブロックしていいですか。3伏せは、マジ切断まである。3伏せは切断。サインはいいや。サインはいい。あ、じゃあ2伏せまでか。じゃあブロックまでかもしれないよ。ブロックまでだったら許してあげる。はい。はい。それはいい。
あ、一癖かなこれ。ああ、優しいじゃん割と。1900、これ受けようかな。受けて受けて。1900ってなってこないか。でも1900、3200って殴ってくるよね多分ね。だとしたらぶん投げるしかないんだよな。ちょっと難しいですねこれ。まあでもさすがにこれ一発受けて3200ダイレクトされたら普通に1900受けるだけになるんで、あんま意味ないんですよね。まあ、おじさん投げるしかないか。うるせえな、うるせえ。考えてんだよ俺のターン、ドロー。バックは自分たちのカードで踏みに行くしかないんで、んー、どうするかっすね。あとはね、まあで言うてね、その儀式魔法思いっちまい持ってこれるんで、モンスターがいなくなれば。ちょっと今反魂術かぶってるの弱いんですけど、とりあえず行くしかないですね。ネクロスの反魂術の効果を発動。これは墓地から儀式モンスターを儀式召喚できるカード。手札からシュリットを切るぜ。もちろんブリューナクのネクロスを切る。あ、間違えた。シュリットを切ってブリューナクのネクロスを儀式召喚するぜ。墓地より儀式召喚現れろ、ブリューナクのネクロス。シュリットの効果発動。これはまあブリューナクしかほとんど持ってこれないんで、まあブリューナクを持ってくるパターンですかね。はい、それいい。ちょ、うるさいんだよねこれ。これ毎回毎回チェーンしちゃいそうになるから、ちょっと怖いからやめて。このなんか効果を発動しますかみたいなやつ。とりあえずブリューナクのネクロスの効果発動できた謎に。まあ、とりあえずここで一発バウンス入るよ絶対に。無効じゃなければ。あー、オッケー、全然。これ意外といけるんじゃないか。いけるぞ。でこれ戻されるから多分。戻してこないのはさすがにうまい。戻してこないっていうプリングは結構うまい。あ、オッケー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 。戻してくる。これね、皆さん覚えておきましょう。ネクロスはこれね、戻さない方がいいです多分。これ戻さないが正解だったりします。これ結構もう一回儀式できないっていうパターンあるんで。ていうか、あと着地した瞬間に戻した方がいいです。なんならモンスターを特殊召喚。はい、あんまり、そうそう、でも戻るんですよこれも絶対に。オラクルの効果はいい。あとはだな、とりあえず反魂術の効果でゲームから除外すると、自分のフィールド上にモンスターが存在しない場合、ネクロスモンスターを除外すると儀式も魔法を持ってくることができるという史上最強のカード。これで2体出す、これで2体出す、これで2体出すの結構あるけど、もう2体出したところでなんだよな。結局返して勝利される可能性があるから、これね多分ね、グングニールが強いと思う。俺は考えた、実はグングニールの方が強い。これこうするんだろ、これそのこのターンで処理できないんで、で駆使したところでモンスター残るじゃん。だからこれグングニールで一体処理じゃん、もうあの攻撃で、でもう一体効果で処理じゃん。こうするじゃん。でまあ俺はまあこうするじゃん。で、まあ、もちろんヒステリックサインとか叩き合ったらやばいこと起きるから、こうするじゃん。でバトルフェイス入るじゃん。でこうするじゃん。で次の初動も止めればいいんですよ。これはちなみにグングニールさんは、サンダーブレイク持ってます。内蔵されてます、サンダーブレイクが。手札のネクロスカードを捨てるとサンダーブレイクできます。はい、サンブレ多分ね、これで、ね、回収はすんのよ。でこれあとは相手のこれ、まあ、スワローズネスト何枚か知らんけど、ネストさっきやったら伏せてるから多分。ってことはだよ、逆に言うとこれ、ね、今伏せてなければないと思うんだね。チャネラーはいい。KC カップってさ、ガチ実況になるよね結構。まあそれはいいよ、叩き割るのも別によくて。いやこいつ叩き割ったらもう、いやネストないでしょこのチェーン的にも。いやネストないから、俺ここで叩き割ったら勝てると思うんだけど、何を捨てるかみたいな話もあるんだよこれ。何を捨てるかみたいな問題はある。それは読んでいたぞ。次のデッキトップ何これ。でも儀式ないかもしんないからな。いやこれむずい。いや反魂術捨てるしかないのか。いやでもこれ儀式引けなかったら意味ないもんな。これでトップなんかシュリットとかにかけよう。セットはいい。でサインはめちゃくちゃサークされるけど、これでさ、これ初動が止められてるわけですよ相手は。はいはいはい。でネスト引いてなければもう一生のそのグングニールで破壊し続ければ勝てるんだよ。シュリット来た、シュリットは来た。あ、チェーンない、あ、チェーンない、チェーンないわ、チェーンない、チェーンない。ブラフかな。いやブラフだと思うんだよなこれ。チェーンないの、チェーンないの。じゃあ別に破壊しなくていいんじゃないかなこれ。破壊すると儀式できなくて死ぬんだよね。
死ぬっていうか、ライフ3100は削りきれないんで、とりあえず反魂術はもう打つしかない。で反魂術打って出たな。これもうシュレットで持ってくるカードないっけ。持ってくるカードあったら神でもないか。グリーンなんか3枚使ってるもんな。でこうして、で何もサーチできない、もう行くしかない、行け、よーし、魂したわ。マジネクロスなめんなよ。何がハーピーだ、クソったれ。再戦ありがとうございました。さあお相手の方、うわ出た、沢渡り劇場開幕した、まずい、沢渡り劇場が開幕するとかなりやばい沢渡り劇場開幕っていう、スキルは1500だっけな、1500減るとなんか好きな妖戦獣を、ドローできる。おっと、なんだ、カイテロとかなんかあるかこれ。でも俺ワンキル取れねえんだよなワンキル取れないんだよね、ワンキル取れないんだけど、これバリケルス持ってきた方がいいかな、さすがに。なんかこのターンでワンキル取れんかったらあんま意味ないみたいな説なんだよこれ。死ぬかな、でもグングニール出したら死なないか、さすがに。フルチ破壊はね結構強いと思うんだよね。わかったわ、反魂術しましょう、反魂術しましょう、反魂術して、でこれは出すのグングニールの方がいいと思う。フリーチェーン破壊はさすがに強いと思う。でこれ殴るとサーチ入るから、これ殴んない説。ブリューナグのネクロス2回使いて、それは無理で、こうして、でチュリット効果リリースされると戦士族のネクロスモンスターを持ってくることができるの。うるせえな、これ毎回毎回うるせえんだよこの効果発動。自分のカードに、とりあえずこれ1500だよね、1500減った後に OK。 だから1500減るとなんかサーチされるから、これ絶対殴っちゃいけなくて、殴っちゃいけなくて、で殴ったらマジで多分世界終わるんで分かんないけど、手札5枚だから。でもグングニールのこのフリーチ破壊は多分強いとは思う。言うて頼む、耐えてくれ。カタストロはいいぞ、カタストロを捨てるぞ。もうこれウサギ屋さんの構築はカタストルが1枚入っててね、カタストルでなんかそのムーンライトとかああいうモンスターを処していくみたいな感じの構築にしたみたい。まあ、割とねムーンライトいないかったらいいんだけど、ムーンライトとかいる場合あるからね全然。俺それはそれで強いと思う。でペンデラムスケールセッティング OK、 ペンデラムスケールタイプね OK、 ペンデラムスケールの方、これムラジュの効果チェーンで、チェーンっていうかムラジュの効果終わったら破壊すればいいか。ムラジの、はい、でそっち、なるほど、そっち。まあでも割るしかないんだよなこれ。で割るしかない、とりあえずもうカタストロは多分いらない、カタストロはいらないから、カタストロを捨ててサンダーブレイクを打っていく。はい、で相手のハンド3枚。まあでもこれめちゃくちゃ上振れてると、これ名所地でターン1でしょ、そうだね、名称指定ターン1だから、まあ、一応もう一回11台できないが、なんかウレン真鍮みたいな、あ大馬風、それはいいんじゃない、それは奈良だから、これは奈良だから大丈夫これは奈良だから大丈夫、これはスケール的に大丈夫、奈良でも。だって4から6でしょ、4から6っつったらもうなんか大谷翔平とかしか出せないと思うから、まあ一応下級モンスターはですね、多分下級モンスターその入ってないタイプだと思うんだよね、下級モンスターのその妖戦獣。ドン来た、はい、おあ大谷翔平来た、大谷翔平来た、攻撃表示ぶん殴ってくるってこと、あーなるほど、それはねディサイシブ投げましょう、ディサイシブぶん投げて打点を1000アップできるんですよ、ダメしてこれディサイシブ結構強いですよね。でこちら戦闘で破壊されるとサーチ入るんですよ。でもそれやってくるってことはさ、それやってくるってことはあの反動妖戦獣カードじゃないかもな、まあ、とりあえず大谷翔平の攻撃力アップして、でここでこうして、で1000アップするともう返り討ちができる、でサーチは入る、で何をサーチしてくるか、一つ目のムラジはエンドフェーズに、右側のスケールのやつね、右側のスケールのやつはエンドフェーズに手札に戻るという効果がありますね。なんでまた次のターンに貼られるという、あれスケールの癖しやがってさ、なんか戻ってくのマジでずるいよな、お前いろよっていう、戻りすぎなんだよ。3000にはなった、はい、ヒギうぜえうぜえうっぜ、
世界一うぜえカードサーチしてくるやん。秘技は妖戦術カードがなんかあると、なんか何でも無効っていうカウンタートラップですね。あーなるほどね。これはもうね、あーだこうだ言ってないで行くしかないんですよ。もう俺はもうこれはね、こうしてこうするしかないわけよ俺としては。でこれでぶん殴る、頼む、やめてください。うわカイドか、これカイドだな。これ誰クソ誰マジで、この KC カップとかいうイベントマジカイトロイドとなんだし、いつまでお前いんだよ、お前いつまで環境いんだよ、お前24日くらいで規制入ったくせしやがってよ、ガツくわ。これサーチ入っちゃうんでね、きついですね。これで1枚1つ目の村地と今サチキサーチしてきたヒギですね。ヒギヒギでもね、これこのターンに削り切られることないと思うな、多分。ヒギってことはヒギ村地だから、ヒギ村地でしょ、まあ、ヒギセットだね、ヒギセット、はい、はい、で村地で村地ペンデュラムスケールセッティングした上で効果発動して11にしていくスケールを、はいはい。でこれで4から10のモンスターが同時に召喚可能。揺れの魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。エクストラデッキからはなんか壁が製造されますね。壁製造されて、で手札になんか知らんけど、なんだろうね、ペンデュラム召喚、はい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 。何が出てきます？サレン神中はいいよ、そっちはどうでもいいんだ。あーそっちいる、そっちいる、そっちいる、それいる。でも死にはしないってことは、死にはしないわ、死にはしない。これ2枚戻してくれるのかな。あ2枚戻してくれるんだ、マジ。それはありがて、2枚戻してくれるのありがたい。これ今のね、1体戦闘破壊した方がいいですね、相手。戻ると、なんか、ネクロスってなんだかんだアドなんで、戻さない方がいいです、相手的にはこれ。はい、まあいいわ、それは。それはいい。でも、ヒギがマジでやばい。まあでも、儀式魔法めちゃくちゃサーチできるんで、儀式魔法をサーチしてなんか頑張るしかないんだけど、これはね、ちょっと冷静に考えよう。儀式魔法は絶対サーチできるから、儀式魔法はいらない。ブリーナークのネクロス持ってくるの結構あれだな。ブリーナーのネクロス持ってきて一回サーチするのはあれだけど、普通待って、これさ実はリチュアチェーン結構強いんじゃないか。今デッキの中大体何でもサーチできるんだよ多分。これリチュアチェーンじゃね、儀式魔法だったらなんかいくらでも持ってこれんだよね。これ2枚あるから、だから儀式魔法は2枚調達できるから、どれ止められても多分大丈夫だから。いや実際ヒギはどっかで使わないと相手死ぬんですよ多分。700なんで。リチュアチェイン。あ、でも壁いんのか。でもリチュアチェインの方が強いだろ、これ絶対。1枚アドが稼げる。アタッカーにもなる。で、とりあえずこっちの先に効果を発動して、ネクロスのコウマキョの効果、墓地からこのカードとネクロスモンスターをゲームから除外することによって、こいつはもう いらない。で、儀式魔法をサーチできる。反魂術かな。シュリットいねえんだよな、でも。まあでも、こうするしかないですね。でシュリット持ってくるしかないですね、ブリューナクで。でこっちの反魂術の効果も発動して、でブリューナクのネクロスは除外して、でまあコウマ鏡を持ってくるしかないと。でですね、ここからね何を止めてくるかがあるんですね。結構やつは何を止めてくるかっていう話がある。でここ止めてくる、これを止めてくるのは結構賢者ここ止めてくるのは結構な賢者、割と。それはない、それはない。で特定のカードをサーチしていく、はい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 。でブリューナクのネクロスのサーチ効果どうですか。あ、ちなみに妖戦獣の秘技っていうカードは、妖戦獣カード、まあ、ペンデュラムスケールに今大爆発があるんですけど、大爆発がある状態だと本当何でも止められるんですよ。モンスターの効果、魔法トラップカード全部止められるんで。ただ儀式予報2枚あるから、儀式はモンスター出るんですよね俺、これ絶対に。で反魂術効果、これは止めてもいいよ別に、最悪これは止めてもいい。コウマキョ2枚でも、あっヒギはいい、ヒギは何でもいい。あ、ちょリンクス硬いで、ヒギはいい。魔法カードを止めてくるっていう効果なんですよこれは、何でも止められる、はい。で反魂術止められた、でもなんとかなる。これは万華鏡がある、万華鏡でシュリットをリリースし、グングニール出す、はい、
で、グエンゲニールドヤ顔で出していく。で、シュリットの効果も発動できる。これによってブリューナクが持ってこれる。で、グングニールをぶっ、これって別に代わりにこれ別に壊せるもんな、これで、グングニール効果やばい、時間ねえやっべ、時間ねえ。バトルイズタル、てかもう、てかだ、もうバレてるでしょ、これ。これ勝ちじゃないの、これ買い取るのはいいよ。おっぷ、あっぷれ、あっぷれ。ケイシーカップってマジで時間ないね。クソ危なかった。さあお相手の方、あー、ハゲ、ハゲチャビンか。ハゲチャビン、これ何デッキ。もう終わらないマラジロクっていうね、あのスキルめちゃくちゃ修正されてあんま強くないっていう。王家の神殿、やべえカード入ってるんだ。王家の神殿効果、漁師でね、こう、あ、そういうデッキか。なるほど、連動トラップ、うざうるさ、連動トラップとかいうスキル、うるさ。祭壇の性質に眠りし神を守護する者、守護する者、誰、セルケトセルケト、ガッチガッチリシドじゃん。モンスターを、うわー、やばい、やばいこと起きた。ちょ、それはやばい。ちょ、お前何してんだよ。やばいやばいやばいえ、待って、このデッキに、このデッキにあのお邪魔キングの回答符だって、全然何も使えねえ。お邪魔キングの回答符だってありましたっけ。ソウルオブサチュー、ウルスター連動トラップ。あー、このデッキでお邪魔キングの回答符だないですね。